ごきげんよう。高齢者モチベーションアップ講演家の宮崎文孝です。高齢者のモチベーションアップして光り輝く高齢者になろうという情報を配信しているところであります。今日は2024年8月の18日日曜日です。外はもうカンカン照りであります。外で草を刈る音もします。セミが鳴いたりですね、時々ドローンで今の稲の消毒をするようなドローンが飛んだり、いろいろ周りは音がしておりますが、その中で録音しましょう。医者の話を鵜呑みにするなと、わがままな患者でいいんですというね、鎌田稔さんと和田秀樹さんの対談集であります。今日はその中の第2章、医師の言いなりにならない者勝ちというね、この物勝ちというシリーズが続いているんですが、まずですね、初めにですね、プロローグは長生きの呪文から解き放たれた物勝ち、第1章が壁なんて壊した物勝ち、第2章が医師の言いなりにならない物勝ちという、今日はその第2章の医師の言いなりにならない物勝ちの中の小項目が、人生は美味しいものをたくさん食べた者勝ち。者勝ち、者勝ちとなっているんですが、和田さん、冒頭で引き算医療の話をしましたが、私はつくづくと日本の医者は無責任だなと思います。血圧を下げろ、血糖値を下げろ、コレステロールを減らせ、痩せろ、などとやたらに言うくせに、そういう指導をしたり、薬を飲ませている群と、そうでない群とで、群れとそうでない群れとで、一体どちらが死亡率が高いのか、大規模な追跡比較調査などは全くやっていないのです。極端に言えばそれが患者の自己決定を妨げている。鎌田さん、僕は美味しいものを食べることが大好き、だから美味しいものを食べたもの勝ちだよって言い続けてきた。その代わり運動すること、それもウォーキングだけでなく筋肉をつける筋活をすることを指導してきました。和田さん、鎌田さんは内科の診察室で患者さんと接するだけでなく、実際に健康づくり運動を行って血圧を下げるようにしてきたんですね。鎌田さん、正常血圧の定義は家庭で計測した場合は最高血圧が115で、最低血圧が75ミリミリHg 以下、診察室血圧では上がりますね。120ミリミリ Hg 以下とされていますが、これを超えた場合には少し体重を落とすために運動すること、減塩と野菜をたっぷり食べてもらうことを進めていきました。そして基本的には140%90mmHg 以下になるように生活習慣を変えること、つまり行動変容をこれを催促している、連続しています。和田さん、薬を投与することではないんですね。鎌田さん、基本的に投与は考えていません。でも生活習慣を変えても血圧が下がってこない場合には薬の投与を考えます。長野県に50年前に赴任した時、脳卒中の事例や高血圧者が多く、生活環境も想像を絶するほど、お米や野菜は取れるのでご飯を3杯から4杯食べて、野沢菜漬けとしょっぱい味噌汁で食事をとっていました。しかも高齢者は家の外にあるトイレに馴染んでおり、家の中にトイレを作った家でも高齢者は自分の気に入った外のトイレを利用していました。冬、外のトイレに出て行った時に急激に血圧が収縮して、血圧が上がり脳出血を起こして救急車で運ばれてくる人が多かったのです。和田さん、食事をはじめとする健康づくり運動で血圧を下げたことが長野県を平均寿命日本一に押し上げたということですね。鎌田さん、とても大きかったと思いますよ。ただし高齢になってきたら
血圧を150から160ぐらい、下が95ぐらいまでは基準値を蒲田流に上げて強い薬で無理やり下げることはしません。長く生きてきて動脈硬化が進んできているところに血圧が下がりすぎるとさらに脳への血液の流れが悪くなる心配があります。80歳ぐらいになってかつて血圧の薬を飲んでいた人は今は薬を飲まずに様子を見ている人も多くいます。和田さん、なるほど、血流が悪くなると脳は大きなダメージを受けますからね。ほう、なるほどね。これはちょっと頭の中に入れておかなきゃいけませんね。まあ私の仲間もほとんど血圧を下げる薬を飲んでおりますね。私も飲んでいて調子がちょっと良くなったんで今ちょっとまたね控えておいたりね、まあ、自分でこの本読んでから、自分でコントロールするようにしているところであります。コレステロールパラドックスと肥満パラドックス。鎌田さん、冒頭の章でコレステロールパラドックスに触れましたね。日本ではとかく医者がコレステロールを血を下げろと言いますが、コレステロールの問題では欧米の人の高脂血症と日本人の高脂血症は桁が違う。だから日本人の場合コレステロール値を気にしすぎることはないんです。というのは50年前長楽園に来て脳の細い血管で楽な拘束というのを起こしていることを多く感じた経験からです。和田さん、脳の細い動脈が詰まって脳の深部にできる小さな拘束のことですね。鎌田さん、原因は脳の血管が脆くなっているからではないかと考えました。そのために血管が詰まって拘束を起こしたりするんです。そこで血管が脆いのはむしろ栄養が足りていないためではないかと考えて、できるだけ肉や卵や牛乳を飲んでもらうようにしたんです。時代とともに地域の人たちの食生活も変わり、欧米化しつつあって、40歳から60歳くらいの人のメタボによる肥満や高コレステロールが問題になっていたんですが、この世代には美味しいものを食べつつ、まず1キロ痩せることを目標にしてもらいました。筋肉を減らさないで脂肪を減らすようにと、タンパク質をしっかりと取りながら脂肪分を減らし、野菜をしっかりとる。こんな指導をしていたら筋肉はついてきた。ついてきて自然に太らない体になっていく。そんな経験をこの40から60歳の世代の人たちに覚えてもらうように指導してきました。和田さん、今高齢者にはコレステロールを血を下げる薬は出さないんですか？鎌田さん、65歳を越したら基本的にはやめる方向で見ています。私77ですよ。65から作用を越したら基本的にはやめる方向で見ています。コレステロールを減らす薬は高脂血症の薬をやめても、多くの患者さんは善玉のコレステロールも悪玉コレステロールもそれほど大きな変化がなく、薬をやめても安全ということを確認しています。和田さん、実際コレステロールの8割くらいが体内で生成されるということで、2015年に厚生労働省は日本人の食事摂取基準からコレステロールの上限値を撤廃していますからね。まさに高齢者のコレステロールや肥満のパラドックスですね。鎌田さん、そうです。むしろ肥満といってもちょい太りの方の人の方が認知症のリスクが少なかったり、寿命が長いことがはっきりと分かっています。10年までは肥満や高脂血症は将来の高血圧や動脈硬化などに影響を与えるので、生活改善をして高コレステロールなどを防いでおいた方がいい。そういう指導で僕は地域の方々に対応しています。しかし65歳を過ぎた高齢者になると肥満パラドックスというのが起きて、少し太っている人の方が寿命が長いことが分かってきました。僕は18年ほど前に
そういう太りで大丈夫、かっこ守衛者という本を書きました。メタボ検診の嵐が日本中で吹き荒れている頃で、みんながメタボとやり玉に上げていた。あまりにもみんなが洗脳されすぎていましたが、高齢者は少し太っている方が、コレステロールが少し高い方が寿命が長い、そんな考えのもとに70歳を過ぎた人たちのコレステロールの薬はできるだけ見直してやめるようにしました。和田さん、年齢やその人の人生観に合わせて生活習慣を少し変えることで薬に頼らない治療をすることができるんですね。鎌田さん、一貫して僕の健康づくり運動ではダイエットを進めたことは50年間一度もありません。僕は美味しいものを食べた者勝ちという主義で、自分自身もその言葉通り美味しいものを食べることに目がありません。でも美味しいものを食べ続けて太りすぎることのないように、ご馳走がいっぱいあるときは炭水化物、ご飯やうどんには手を出さず、おかずにだけしっかり食べきることを心がけ、患者さんにもそういう説明をしています。ただ極端な炭水化物立ちをすることは一切ありません。ちょっともう一ついきますね。コレステロールの流れで、コレステロールが高い方が鬱になりにくい。和田さん、コレステロールに関しては私は高齢者の場合、コレステロールはむしろ高めの方がいいと思っています。鎌田さん、それはそうですよね。死亡率はあまり変わらないんですからね。むしろコレステロールが低い人の方が死亡率が高いですからね。年を取るにつれて物事に対する意欲も徐々に低下していきますよね。その理由の一つがセロトニンの減少ですね。このセロトニンが減ってくると日々の幸福感は薄れ、はつらつとした感情や若々しさ、活動する意欲が低下してしまいます。これが心の老化でも、年を取ったとしても生活習慣を改善することによってセロトニンの減少は防ぐことができる。その最たる方法は何度も述べているように肉を食べること。セロトニンの材料となるのはトリプトファンというアミノ酸なのですが、それが多く含まれているのは肉だからです。肉を積極的に摂ることでセロトニンの生成が促進されて意欲低下を防ぐことができます。和田さん、90歳100歳を超えても元気な人には肉好きな人が多いですね。でも高齢者ほど肉を食べようというと必ずコレステロール値が上がるのが心配という声が上がります。鎌田さん、コレステロールが体に悪いというのはそもそも間違った思い込みで、前にも述べたようにむしろ老後を元気に過ごすためにコレステロールは不可欠な物質なんです。そもそもコレステロールは人間を含めた動物の体を形作る、脂質の一種であり、性ホルモンや細胞膜の材料になるなど生命体には絶対に欠かせないもの。加えてコレステロールは脳内でセロトニンを運ぶという役割がありますから、コレステロール値の高い人の方がうつ病にかかりにくいとも言われています。またコレステロール値が低いと男性ホルモンが減ってしまう原因にもなります。さらにがんになりやすいとデータもあります。確かにコレステロールが高すぎると高コレステロール血症になり、動脈硬化を引き起こすリスクが高まるのですが、少なすぎても血管が脆くなり脳卒中を起こしやすくなってしまう。このことを覚えておいてほしいですね。和田さん、コレステロールは悪者だ、コレステロールは悪者だという間違った思い込みにとらわれていません、いけませんね。気にしすぎて逆にコレステロールが不足してしまうのは良くない。だから私は乳製品や卵や肉をおすすめしているわけです。コレステロール確かにね、悪者だと、コレステロールは悪者だという、なんかそういうイメージが確かについていましたね。でも私も77で高齢者ですから、コレステロールはあまり気にしないでね、コレステロールを下げるような薬は今飲んでみたところですが、まあ、これであたりで少し変換していきたいなと思っております。
まあこのテーマが医者の話を鵜呑みにするなというんですかね、そのお医者の2人がそう言っていますので、まあ今も持っている薬をチェックしてみる必要はありますね。大体私の仲間も薬山ほど一緒に食べするとね、ガサガサガサやって何してるんだって、薬を飲んでるんだと結構手にこうするほどね飲んでいますね。そこらはちょっと自分なりにチェックして、研究してみる必要があると思います。大体、高血圧を下げる薬は、まあ、ほとんどの人が飲んでいるところであります。それも70を過ぎた人たちでありますからね、そこらもちょっとね自分なりの考えも少し入れて、モチベーションをアップしていきたいものであります。どうよ。